中国女子代表は11月1日、中国のアモイで開催されたパリゴリンアジア2次予選の第3戦で、韓国代表と対戦。1対1のドローでグループ B の3位に終わり、最終予選を前に敗退が決定した。同国史上2度目の予選敗退に、母国メディアの批判は収まらない。中国のポータルサイト、宋吉年は11月3日、顔を平手打ちされた。 と見出しをつけた記事を掲載。次のように酷評している。中国女子は韓国と1対1で引き分け、両チームは手を繋いで敗退した。オリンピック出場を逃したのは史上2度目だ。このような屈辱的な瞬間を迎え、本当に驚いている。平静を保つのは難しい。同メディアは、歌集前前監督時代の中国はもっとひどく。 彼がチームをオリンピックに導くのも容易ではなかった。そして、イチンシア監督のチームは、これほど高い人気にもかかわらず、何度も恥ずべき成績を収めてきた。そのツけは誰が払うべきなのか、と球団。次のようにこき下ろしている。北朝鮮戦で逆転された瞬間、指揮官は交代を希望したが、 選手の参加証明書が持参されていなかったという恥ずかしい出来事がネット上で暴露された。このようなレベルの低いミスは運営のずさんさを反映していた。